現在台風14号が日本に向かって北上中です。強い勢力を保ったまま今日沖縄県に最接近する見込みとなっています。一般的に台風は中心に近い地域ほど雨や風が強まりますが、その中でも進行方向に向かって右側が特に危険と言われています。なぜ進行方向の右側と左側で影響度が異なるのか詳しく見ていきましょう。台風は中心に向かって反時計回りに風が吹き込みます。左側は台風へ巻き込む風と台風を移動させる風の向きが異なるため、互いに打ち消し合い、勢力は右側ほど強くはありません。一方右側は台風へ巻き込む風と台風を移動させる周りの風が同じ方向に吹くために風の勢力が増してしまいます。そのため進行方向に向かって右側が風が強くなると言われています。また台風は風だけではなく強い雨ももたらしますが、雨も右側で強くなる傾向にあると言われています。台風は中心に向かって反時計回りに風が吹き込んでいます。つまり中心に向かって海からの暖かく湿った空気を取り込んでいることになります。すると積乱雲が次々に発生発達し、激しい雨を降らせます。台風が多く発生する時期は、進路とともに自分が住んでいる地域は台風の右側、左側どちらに位置するのかという部分にも注目し、早めに対策を行いましょう。そして最新の台風の進路情報や現在地の影響予測はスマートフォンアプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。